どうも、アイチです。今回はですね、みんなにもエネルギーのもとというか、頑張ろうって思う瞬間って、いろんな瞬間があると思うんですよ。例えば、好きな歌を聴いた時とか、ドラマを見た時とか、本を読んだ時とか、好きな YouTuber さんの動画見た時とか、なんか見てて、私も頑張ろうって思う瞬間って少なからずあると思うんですよね。で、その中でも、怒りとか悔しさっていうものがベースにあるエネルギー、っていうのもあると思っていて、例えばこの時期だと受験がだいたい終わりましたよね。で、満足いく結果が出なかった方も多いと思います。メールだったりコメント欄でも結構いただいてますけど、で、そういう方たちの中には、例えば、コメント欄とか読んでて、その志望校、高校で受験で失敗、うまくいかなくてね、で、志望校に受かった子たちよりも3年後もっといい大学に行ってやるぞとか、その子たちよりも充実した3年間にしてやるよみたいな、怒りすべてではないんだけど、自分の怒りとか悔しさっていうものがちょっとこう、ベースにあるようなエネルギーのもとっていうのもあると思ってて。で、個人的にはそれはすごく大事なことだと思ってます。自分自身も結構その怒りとか、自分に対する怒りも結構多いけど、もっとやれんだろ、俺みたいなね。そういうのもあったりとかして、そういうのをベースで結構、仕事にしても、今の活動にしてもそうですけど、頑張ろうって思う瞬間って多いわけですよ。で、ただ、そういう子たちのね、メールとか読ませてもらってて感じることがあって、ぜひ、3年間、他の4年間とかの方もいるかもしれないけど、そういうのを、あの子たちよりも、もっと良くしてやるぜって、この悔しい思いをバネにしてやるぜって思ってる子たちに、覚えておいてほしいことがあって、そういう時ってね、すっごく視野が狭まりやすいです。こうなりがちなの。で、何が言いたいかっていうと、大事なんだよ。本当にそれをエネルギーに変えて頑張ることは大事なんだけど、こうなりすぎちゃうと、頑張らなきゃいけないとか、やらなきゃいけないとか、例えば何か楽しいことがあった時に、そんな楽しいことをしてる場合じゃない。私は3年後に結果を出すために、もっと頑張んなきゃってなりがちです。で、それが悪いことだとは思わないんですけど、それで潰れちゃうことが多いです。持たないんです、気持ちが。3年だよ。1年とかも、1年でも長いと思うんだよ。多分、こういう状態で1ヶ月でも相当しんどい。それを3年間続けるってなると、心が持たないんだよね。で、もちろんそれで結果が出ればさ、もう結果が全てだと思えば、もうあの苦しみの3年間も、この結果のためだったからよかったってなるとは思うんだけど、でも個人的な思いとしては、あまりこうなりすぎないように過ごしてほしいなと思います。例えば高校生、これからね、高校生になる子たちだったら、もちろん、結果を出すためには努力が必要です。それなりの努力、時間も必要だし、エネルギーも必要なんだけど、やっぱりね、人生においてメリハリはとても大事だと思うの。ずっと24時間勉強のこと、わかんないけど、何かスポーツやってるんだったら、スポーツのことを考えることも大事なんだけど、息抜きをする。例えば勉強だけじゃなくて何か遊びの誘いが来た時に、じゃあ今日はオフにしてとか、今日この時間は遊んでメリハリ、遊ぶ時と勉強を頑張る時っていうメリハリをしっかり持ちながらやってほしいなと思います。結局ね、何が言いたいかっていうと、新しい土地、高校生でも大学生でもそうなんだけど、新しく行った場所で楽しむっていう、その自分の人生をね、そのスクールライフを楽しむっていう視点をぜひ忘れないでほしいの。楽しむためには、その勉強だけに打ち込むことが全て楽しいだったら全然構わないんだけど、そうじゃなくって、楽しい時は楽しむ、勉強する時は頑張る、スポーツする時はスポーツするっていう、メリハリをつけてることの方が、結果的に振り返った時に充実してたよねってなる方の方が、個人的には多いと思ってるので、ぜひ、今ね、やってやるよみたいな風に、ちょっと悔しくてやってやるよって思ってる方たちは、その気持ちも大事なんだけど、それを持ちながら、メリハリが大事だよねって、息抜きも大事だし、頑張る時も大事なんだっていう視点をぜひ持ちながらね、これからの新しい土地で、新しい場所でのね、スクールライフを充実していってもらえたらと思います。